皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す、立花隆をぶっ壊す。はい、本日すいません、ようやく、解説動画を出すことができました。旧 NHK 党の資金ショートと立花 VS 大津 VS 黒川スライド55枚完全解説でございます。はい、行ってみたいと思います。まずこの、旧 NHK 党政治家女子48党のお家騒動ということでございますけど、ざっくり言うとこの3つですね。まず1つ、党の資金ショートがあると。2つ目、大津彩香氏に代表権を移してしまった。3つ目、立花大津黒川の三つどもえのバトルということになっております。まず党が資金ショートしたというお話でございますけれども、もうかれこれ長い、3月29日、立花記者会見、参議院会館行動でですね、党が資金ショートしたということと、立花事務局長を辞任すると言ったのが、この会見でございまして、ここから資金ショートという状況になっております。でこの3月29日記者会見で配られた資料がですね、これでございまして、これどうですかね、これ項目名もない怪文書ですかということなんですけれども、ちょっとここでこの細かい話は今日はやめておこうかなと思うんですけど、これをもとにですね、今、旧 NHK 党がどうなっているかというのは、もう少し解説をしたいと思うんですが、この資料が配られて資金ショートだと言われたわけですね。で、党が集めたお金、多分17億円を立花が溶かしたというふうに思われる事件です。この17億円ということなんですけど、この動画等でもですね、分かるように私が八王子で彼に聞きました。17億円も溶かしたよね。本人否定しなかったので、私が把握している数字で言うと、政党助成金を6億、借入金が11億、一部返済したりもしておりますが、合計17億円を調達し、それを無駄に使ったので資金ショートしたということですね。でそしてこれが最近話題になっていた立花の円グラフというやつでございますけど、党の 1.4 億円の固定費と、これは立花自身が言っていることなので、党の年間 1.4 億固定費があると、支出があるということなんですけど、これを円グラフにするとひどいよねということでございまして、まず一番大きいのが立花の給与、3000万円、立花の元々からの美香ちゃん、概算800万円、久保田学、600万円、立花のイエスマン3人、概算、900万円。これはそんなに1人当たりは高くないんですけど、イエスマンなんで役に立たないんですね。マリノの費用、年間2600万円と、月200万円以上と、そしてマリノの師匠の費用と、これは会計監査の費用なんですけど、約1000万円と、固定費が 1.4 億しかない会社、事業体がですね、年間1000万円の会計監査費を払っていること自体が、もう茶番でございますけれども、要するにこの立花の一味が、お金をむちゃくちゃにしているということで、ざっと見た立花比率は 63.5% あると、その他の家賃とか社会保険とかその他の費用とかがあとちょこちょこっと乗っていると、ほとんど立花のやりたい放題であるということが問題だったわけですね。でさらに、こちらはネット選挙株式会社、党の関係会社ですね、ここが出した見積もりでございますけれども、オリジナルチラシ1枚9円 A4 です。 A4 のチラシ1枚9円するわけないですよね。ざっくり3倍以上ぼったくってるわけですね。多分 2. 点何円だと思いますよ、いっぱい吸ったら、ということで、政治家女子から、女性から搾取と、悪質な選挙ビジネスがまた行われてきたわけです。立花一味のやりたい放題と。で、騙されたある政治家女子の悲痛な声、ちょっとこれ読んでみたいと思います。2000万円のプロモ費用の中からチラシの印刷代を出してくれないかと立花さんに掛け合うことは可能でしょうか。在庫のチラシがなくなっており、最低でも1万部、できれば3万部ぐらいは必要なのですが、
3万部だと26万4000円かかってしまい厳しいです。それは1枚9円ですから。1枚9円がバカだということなんですけど、ある程度真面目に活動しようと思うと、チラシ代だけで30万以上かかってくるとなると、私以外でも街頭で活動できなくなる方もいるかと思い、はい、嘘ですね。チラシが1枚9円するわけがないんです。搾取されてるから、こんなに辛い目に遭ったということですね。こちらは令和2年旧 NHK 党の収支報告でございます。この中にですね、なんかまあキャバクラチックな、支払いもあるんですけれども、この接待交際費60万円高山花江東京都墨田区錦糸町 3-7-11 これはですね、いやそもそもこんなとこに高山花江っていう店がないんですよねという指摘がされています。また長男と書いているのですね、これレシートがないっていうことなんですね。レシートがない60万円の接待交際費ってこれ何に使ったんですかねと、まあかつても話題になっていたんですが、まあおそらくなんか別の費用をですね丸めて60万ってここで落としてるんですよね。なんかまあ堀江さんとの付き合いの費用かとかなんか言われているんですけれども、まあいずれにせよですね、収支報告とかを見ると相当なんかこう どうなってるのこれ何に使ったのみたいなものがですね、まあもうわからないんです。立花と美香ちゃんしかわからないんです、元々からの。それは倒産するよねということなんです。で、不透明な収支報告と、これがまた最近、話題に再度上ってきております。まあいわゆるあのキャバクラ嬢のエンリケ氏をですね口説きに行くんだって言って、立花がですねいっぱい、まあ、無駄な金を使ってたんですけれども、そのエンリケのですねシャンパンタワーにいくら使ったんだという話があってですね、そのちょうどエンリケのシャンパンタワーの日にですね、こちら立花隆一人放送局株式会社に党から5000万円の貸し付けがなされていてですね、ちょっとこれも返ってきてるのかどうかわからないです。で、なんかよくわからないこういう循環取引ですね。だって立花隆一人放送局って立花隆ですから、立花隆がお金を貸したり借りたり抜いたり入れたりみたいなですね、もう本当にわからないんですね。改めて見ると私も収支報告を見ておりますけど、とにかくわからない、わからないので説明しろということなんですね。で、このシャンパンタワーは支持者の人がお金を出したと言っていたんですけれども、記者会見等で、もうここまで来たらですねわからないですね。もう立花隆嘘しかついてないぐらいに今なっておりますので、まあ、こういう循環取引や、不透明な取引がちょっと信じられないぐらいの量あるというのが残念ながら現状です。で、さらに、ネット選挙株式会社、さっきも言いました悪名高きネット選挙株式会社で、もう一個がですね、斉藤健一郎、まあ、今回議員になった斉藤健一郎が代表を務めるスイッチという会社があるんですけど、この2つのグループ会社と党の、循環取引の資金を使って、立花がやりたい放題しているというのがさらに事情としてはあります。そもそも、会社の方はですね収支報告の公開もされないですから、もはや何が行われているか全く分かりません。そして当然公開するつもりはないでしょう。公開したら大変なことになってるんじゃないですかね。で、例えば、2021年衆議院選挙、2022年参議院選挙では、ネット選挙に、総務省から入った資金は合計で数億円でございます。ちょっと正確な数字が分かりません。私が八王子の街頭で立花に問い詰めたところ言いませんって言ってますので、あのクソ野郎はい。で、なんでこんなことになってるかというと、選挙に立候補した国政政党の中にはですね、衆議院選挙参議院選挙では政見放送の、補助金費用として1人当たり300万円程度の今日の、映像作成補助金というのが払われます。で、これは、党に戻ってくるものではなくてその制作会社に入りますということで、このようなマネーロンダリングが行われています。政党からは供託金という形で総務省にお金が振り込まれ、で、政見放送の補助金という形でネット選挙にお金が振り込まれ、ネット選挙のお金は立花のポケットマネーとしてバンバン無駄に使われていくと、地獄のような地獄絵図が成り立っておりました。
おります。でさらに、撃退アプリというものがございますけれども、これの開発に4000万円ぐらいかかったのではないかという説がございます。私も、まあ、幹事長ですのである程度数字は見ておりましたので、まあ、確かに4000万円ぐらい使ったように思います。なんでこんなこのご存知ですかね、この NHK 撃退アプリボタンピッと押すと NHK をぶっ壊すって喋ってくれるっていうクソみたいなアプリですけれども、これですね、なんで4000万円もする方向になったかというとですね、 NFT を組み込んだからなんですね。 NFT っていうのは、非代替性トークンと言われるもので、いわゆるブロックチェーン暗号資産ですね。で、立花はですね、この NFT が何か分かってません。分かってませんけれども、ホリエモンに言われて作ってしまったわけですね。まあ、これ事故みたいな支出ですね、4000万円。まあ、ほぼドブですね。まあ、こういう事故みたいな支出ばっかりがあって、資金ショートしたと、まあ、思って、大体いいんじゃないかなと思います。さらにこれ、ネット選挙に入った予算がスイッチに、還流し、さらに不透明な資金として使われるという、またここにも地獄絵図なんですね。で、このような形でお金を使ってますから、17億円の税金と借金を食い物にした立花、これは党の関係者だけの問題ではありません。政党助成金が6億円入ってきてますから、これは全国民の税金ですね。それを食い物にした立花で、イエスマンしか周りに置かないので、会計情報を役員会で共有しないなどの、現状がありました。その結果典型的な放盤経営となり、無駄な資金を使い資金ショートしましたということです。でとにかく立花が年収3000万円取っていたのはまあ間違いです。これはしかも立花は貯金はない。なんでないんかな。まあ私も見ておりますけれど、毎日のようにゴルフに行く、六本木のタワーマンションに無駄に住んでいる。また俺これ微妙に重要だと思うんですけど、キャバクラのキャッチに捕まってキャバクラに入って突然行った店で10万円ぐらい支払ったと、これはですね、私の視聴者の、キャッチの方から寄せられた実際の体験談なんですけれども、いや俺これ聞いてね、まあ、要するにこれ漫然と日々浪費してたんだなって私は思っておりますね。3000万お前何に使ったんだかしね、え、あまりのにも使ったかもしれんけど、キャバクラ突然入った店で10万円使って誰得？あのキャバクラにたまにね若手を連れて行ったりね、そういう接待はいいかもしれんよ。お取引先と行くとかね、自分一人で行ってね、行ったなんか店でね無駄に10万とか使ってたらね、3000万なくなるんよ。それ無駄って言うんよ、たかし。で、問題になっている元カノにお金払いすぎと、まあ今カノの加代マリノに、月に200万円の業務委託をしていると、これも炎上中です。で、元カノの中村典子さんですけれども、まあ破格の選挙対策費用が投入されました。まあだって元カノだから、なんか落ちられたらなんか落ちてもまた金払うつもりだったという謎の、これ気前がいいっていうのは済まされないですね、癒着ですね。で、元々カノの相原美香氏、党の経理部長だと思われますが、年収800万円以上もらっていると。800万円もらう活動はしてないかなと思いますね。立花は金で人間関係を買おうとしてきたというのが現実にあります。元カノやペットみたいなイエスマンにはバンバン金を払う。しかし逆に、まあ、私とか大津さんのような苦言を呈する人間は排除したくなる。まあかつての、誰だ、あ、上杉隆さんですね、もう一部はそうだったのかなという気がしております。なんか不倫に関してはやっぱり不倫のことはなんか完全に嘘でもないのかなって聞いてるんですけど、なんか上杉さんが一方的に悪いという感じでもやっぱりないんだろうなと思います。まあ典型的なブラック企業ですね。その行く先はもちろん倒産でしかないと。その中間地点で資金ショートが来たよということです。
で、政治家女子というものが立ち上がったんですが、まあ、そのプロジェクトが大変な悲劇を起こしていると。当時立花はですね、ここに書いているように政治家女子48党の方は全員当選すると思ってますみたいなことを最初は当然言ってました。で、立花は最初当選する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 詐欺でですね、女子たちを集めました。また、DJ 社長とかがですね、こんな動画とかにも出て、まあ、募集動画には DJ 社長が出てるんですね。いろんな人の支援だったり応援があるので、 DJ 社長ホリエモン青汁王子、ほとんど応援はされてなかったかなって思いますね。まあ、企業案件ですね、これ多分ね。ちょっと立花と DJ 社長の間でどのようなお金のやり取りがあるのかというのはですね、諸説あるんですけれども、この辺も本来ならば立花に説明してもらいたいところなんですけれども、まあ、この後申し上げますが、私と会ったらボコボコにされるので、立花はもう私と会えないという状況にあります。で、立花は最初政治家女子はもうみんな当選するぐらいのことを言ってですね、女子たちを集め、途中からいや当選しなくてもいいんだと話を急転換し、結果的にほとんど当選しませんでした。女子たちは騙され当選しないし、お金も失ったというひどい状況になったわけです。で、統一地方選ボロ負けしましたと、NHK 党からの立候補も含め82名が立候補し78名が落選と、4名しか通りませんでしたと。地獄絵図ですね。自称選挙プロのおじさん、何が選挙プロじゃない、ね、行き当たりばったりで無駄な金使うからこんなことになったわけです。で、立花は私と大津との会談、3月27日会談で統一地方選はどうでもいいと言っておりました。どうでもいいものに女性陣を巻き込んだ、若者を巻き込んだ、クズですね。自分の利益のことにしか考えていないわけです。で、大量落選の理由はもうこれです。ひとえにこれ、立花とマリノが使いすぎて、選挙準備や政治活動の予算はほぼゼロ。これほぼゼロですよね。だって家賃はまあ、家賃はほとんど政治活動に使えないし、社会保険もまあ使えないし、その他給与ほとんどないし、その他の活動費のごく一部が、政治活動に使われていたと。お前1億4000万あって何に使ってきたんだ、立花とマリノが使ってきたと。ね、ひどい。で、さらにお気に入りの女子の引っ越し代だけ出す事件みたいなものもありまして、立花がガチで口説こうとしていたと思われる古谷マリナの引っ越し代は支払い、他2名の引っ越し代を支払う、その他多数の女子の引っ越し代は自腹。これはだ、何ルールなん？まあ、独裁、本人は独裁でいいんだ、独裁が素晴らしいって言ってたんですけど、そらおかしくなるよ、たかし。ね、お気に入りの女の子の引っ越し代だけ出す。キモいよ。ね。で、さらに、密告した立花翔子には100万円の報奨金。お前、北朝鮮か、たかし。このような極めて不透明な経費支出が、日々行われていたわけで、資金ショートするのは当たり前です。で、今どうなってるかというと、資金が集まらない立場となっています。4月16日八王子の街頭で私が尋ねました。そうすると結果、立花は資金ショートに関して寄付や融資を募っているが全く集まってないと答えました。事実最近も青汁王子も数億円の融資を頼まれたけど断ったと発信しています。だって立花逮捕の可能性は実際にあってですね、そんな人にお金は貸せないというのが、まあ、当たり前かと思います。そして、今回の事件の発端が、政治資金パーティーが事件の発端であるという説があるんですけれども、この説は基本的には間違っております。大津黒川が企画していた政治資金パーティーが違法だって、あいつ、立花言い始めたんですね。多分これ自体が、威力業務妨害とかになりうると
というふうに言われてまして、この辺ももう、刑事民事両面でこれから追及する争点ですけれども、でその中でそもそも我が NHK 党は寄付を集めないんだ、寄付なんか集めたから取り付け騒ぎが起きたんだと立花が難癖をつけたわけです。で寄付を集め始める立花と、しかもこの猪前セイラはですね、足立区から立候補予定なんですけれども、政治家女子や NHK 党っていう名前で出たら当選できないので、次世代足立っていうですね謎の政治団体に偽装をして、それで、通帳を作って寄付を集めるんだ、立花も集めるんだって一緒にやってる、どういうこと、政治献金パーティーには難癖をつけて、自分は寄付集めを開始する、しかも立花本人への寄付も呼びかけていたということで、もう嘘しかない立花君ですね。さらに大津黒川をはめて辞めさせようとしたと立花が自供、なんで自白するかね、まあ、これ分かりいいのでここでちょっと動画1分ほどご覧ください。どうぞ。あ、違う、黒川さんを辞めさせるために、はい、わざと絵を描いてはめた、はい、大津と、その通りです、そういうことですよね、はい、で大津投資も巻き込んだと、はい、いわゆるね、ポイントは130万円かける12ヶ月かける5年の7800万円を彼が不正に持っていこうとする可能性があったので、不正じゃないと思います。でわざわざ絵を描いたってことですよね、最初から。そういうことですね。その通りです。はい、はい、立花さん だって黒川さん議席譲りましたよね。議席譲った時の約束じゃないですか。じゃあ約束はもう破るということですよね。はい、破ります。はい、こういうことでですね、クズ中のクズと、まあ立花はですね、どっかでというか資金ショートしていたので、もう資金ショートの責任を黒川大津に責任なすりつけて、で自分は悲劇のおっさんとして資金集めをしようと思ったクズ立花になっちゃったんですね。恐ろしい。で私黒川はですね、申し訳ないですけど約束を何も破っていません。はい、諸派党構想で NHK 党に入るときにですね、私から辞めるということは絶対言わないと私は言いました。私は辞めると言ったことはありません。また党の不利益になるようなことをしておりません。今回は立花から一方的に私を攻撃してきた、だってはめて辞めさせようとしたと自供しているんですから、私は殴り返しました、殴り返しただけです。今回の立花が立花の本性だと思います。人間は追い詰められた時にこそ本性が見えると。イエスマンに囲まれた放漫経営で、17億円の税金と借金を溶かした責任を立花に取らせるべきであると思います。また3月27日会談の時にですね、立花は諸派党構想は失敗だと、翼の党は邪魔だと言いました。でそれと合わせてですね、私はガーシーのこととかも聞きました。そしたら立花はこう言いました。ガーシーは選挙に利用したお金のバーターだ、ガーシーを助けることはないとも言いました。まあ事実っちゃ事実だろうよと。でそれをずっと横で見ていた大津氏は、こんなことを言う立花は心底信用できないと思い、立花に代表権を戻すなんてことはできないよねと思うようになったと私は見ていて思います。自業自得です、立花の。そしてですね、統一地方選中にですね、私は、4月16日八王子、4月19日大阪、4月22日武蔵小山の街頭演説に3回私が突撃に行きました。私が突撃3回に行っただけでですね、演説もできなくなってしまった立花というのが、今の立花でございまして、この写真にあるのがですね、武蔵小山で私が、まあ、最近流行りの釣り竿で、円グラフをですね、立花の無駄遣いの円グラフを掲示するということをやったんですが、立花はもうこの円グラフを見て面ぶれし、演説ができなくなりました。また4月24日に約束をしていた私黒川との公開討論からもランナウェイしました。この3つの街頭でのやり取りの中でですね、
最も印象的だったものがですね、八王子の街頭で私がまあ立花に突っ込んでいった時にですね、アホンダラボケガスってあの凶暴化して牙を剥いてきた動画がございまして、こちらも面白いのでこちら見ていただきたいので、どうぞ。ね、しかも私はその130万円を自分の給与でも使おうとしておりません。政治家たちの活動や他の活動に使おうとしておりましたよ。ちょっと車が来てるんで、ちょっと片岡君の応援演説をさせていただきます。で、これね、逃げんなよ。お前電話来るわ、ボケかす。俺はヤクザか、お前は。おヤクザ、立花、立花ヤクザ、この野郎。はい、まあ、こんなこんなですね、もうメンタルが壊れてしまってきたと。でさらに4月22日の武蔵小山ではですね、メンタル崩壊した立花はですね、まあ、うつろな目でやじる観客を撮影すると、撮影に行く、これカルト団体がよくやるやつですね。自分たちが撮影 してくると。参政党とかもよくやってましたよね。メンタル崩壊して、で自分はですね、立花は執行猶予まで食らってるのに、ヤジっていうのは合法なんですけれども、そのヤジに対して警察まで呼んで、警察来て警察来てってやってですね、そして大したヤジでもないのにヤジのため演説を終了します。演説を終了、黒川たちのヤジにより私は演説を終了させられたので、どうぞ警察捕まえてくださいみたいなことをやったんですよ。捕まらないから、それ本当にクズです。ちなみにですね、ヤジというのは、合法でございます。これ明確に、判例がありまして、安倍晋三氏に、街頭でヤジを飛ばし、まあ、安倍やめろとかですね、増税反対などの、まあ、批判をした人たちがですね、北海道警に現場から排除されたんですが、その2人が裁判で、まあ、勝訴して北海道警が間違っているということになったわけです。なぜかというと、ヤジというのはですね、まあ、ある種の庶民が出せる政治的主張なんですね。憲法21条の表現の自由や政治活動の自由というのは国民の最も重要な権利の一つなので、ヤジは合法だということが、まあ、多くの人には認知されているわけです。しかし立花はもう黒川が怖くて怖くてしょうがないから、もう違法なんだ違法なんだ、警察捕まえてやったわけですね。キモいですね。そして本来4月24日に予定されていた黒川との公開討論から逃亡と、最初はこの LINE のやり取りになるように、討論行きますよと、いろいろ教えてね、私も追及してやるわ黒川のことって言っといて、24日、黒川君ごめんね、今夜大事な別の要件が入ったので別の日にしてもらえないですか、ごめんなさい、じゃあ会場代のキャンセル代4万2000円払え、キャンセル料はお支払いします、じゃあ別の公演出してください、5月7日以降にしましょうみたいなことを言っときながらですね、だん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 もう来るのが嫌になってたんで、もうなんかずっとやり取りがあってですね、で最終的にお前逃げんのかと、なんだと、お前あれだけ公開討論しようとか言っといて、ドワンゴの川上さんとかひろゆき氏とか東国原に公開討論しようとか言ってたでしょと、信者の前でしか生き返れないと思うんですが、ここで逃げたら立花さんあんた本当に終わりですよと言った後に電話がかかってきてですね、そのメンタル崩壊した立花の衝撃の電話音声がこちらです。こちらもどうぞ。もしもし、もしもし、聞こえてるよ。もしもし、はい。なので、いや書いてある通りで、クッソカールとアクッソカールとクロカーはアツヒコクッソカールと、これ大丈夫ですよ、録音されてますけど大丈夫ですか。録音して俺も全部今から公開します。あなたがクソカールとかどうかを今から公開するから以上ですよ。なんか話したことある。いやだから何度もこう書いてますよね、 LINE で。大事なことは、大事なことは電話やズームでなくリアルであって対面でやるべきだから、ゴールデンウィークに明けになってもリアルで討論会を再設定しましょうと言っているんですよ。そんな大事だと思ってないもんね。
いやでもあなた一回受けた討論なんだから、一回受けたけど気が変わっただってダメなの？気が変わるっていうのは、いやまあ別にいいんですけど、もうあなた約束を破る男だから。電話で言っとるじゃん今、君はその前に急ぎだって言うからさ。いやいや急ぎよりも、じゃあ何度も言いますけど、急ぎよりも大事なことは対面で会ってやりましょうということです。何も言われても分かってるから、だから断るって。あ、断るんですか？はい、断るよ。断るんですか？断るんですか？公開討論出れないんですか？私にボコボコにされるの怖いんですか？はい、怖いです。そんなクソカルトに近づく。せっかく電話もらったけど今出ないんかい。マジか。いや電話落ちたんだけど、ごめんね、もう一回かけるね。今出られません。お前電話で討論するって言ってたんじゃないの？はい、クッソカールト、クッソカールト。まあ、私にクソカルトと言われて立花は相当悔しかったんでしょうね。しかしそのクソカルトの使い方を間違い、事故る立花、そして逃亡していったわけですね。もうこのクソカルト音源は、参議院会館の前でリピートで流そうかなと計画をしております。これみんなに知ってもらいたいですね。これ浜田や斉藤も恥ずかしいんじゃないですかね、参議院会館で。でも事実だからしょうがないな。で、もう一つ大きな争点として、そもそも立花はなぜ大津氏を代表にしたのかということなんですけれども、これは印象の悪い立花の代わりにマスコットとして動いてくれる人間が欲しかったということなんですね。まあ、何度かそのようなことを言っています。まあ、これはもう女性軽視のクズ発言なんですけれども、しかし大津氏はですね、立花の異常性に気づいたんです。そして大津氏がこのまま立花を放置できないと立ち上がってしまったので、第五参だったということなんですね。もっと何でも自分の言うことを聞いてくれる人間だと思っちゃったんですよね。勘違いですけどね、そんなやついねえよ。ミカちゃんぐらいか。まあ信者もいるけどな。そして大津氏は、絶対権力者として定款で定義されてしまっているということなんですね。ここポイントでございまして、もともと絶対権力者立花が作った定款でそのまま大津氏に代表権を移譲しているので、なのでもう絶対権限者なんですよ大津氏が。ということで立花の一味は実質無力なんですね。で法的に無力なことは分かっているので、立花は実効支配するんだって言ってきたんですね。竹島じゃないんですから、朝鮮じゃないんですから。実効支配ってあんたイコールそれ不法行為ですよ大体の場合ね。彼女を実効支配するんだって言ったらレイプとかなるでしょ。ということで実効支配をしようと不当行動を乱発しているわけですが、不当行動がもしかしたら不法になっているんじゃないかという点がたくさんありまして、これから刑事追及の嵐になりそうだと。まあ私もやりますし、大津氏もやるんだろうと聞いております。で、そんな中で、最近流行りの孫氏、まあ立花のことを孫氏と、みんなが呼ぶようになってきておりますが、孫氏錯乱してですね、大津氏の承認なく確認なく書類を捏造し、代表者変更登記を行ってしまいました。これも違法の可能性は高い。しかしもちろんこんなもん通っていない。しかもこれをやったのがマリノであると。マリノの違法な可能性も十分にあると。さらに
今、まあ、係争になっておりますから、いわゆる代表権を争っているという状態になってしまっておりますから、党の銀行口座が凍結されています。まあ、メインはりそな銀行であるんですけれども、政党助成金も振り込まれましたけれども、4月20日に。まあ、口座が凍結されているので、給与の支払いなどもできず、というのが今の状況です。口座が動かないので、立花もパニクっていると。大津さんは別にパニクってないし、私もパニクってないんですけど、立花はもうお金がないからパニクっていると。で、裁判が始まってしまいましたと。大津彩香氏が、代表権確認のための仮処分申し立てをしました。その最初の期日が4月27日でございました。ゴールデンウィーク明けには結審の予定です。仮処分なので早いです。かなり高い確率で大津勝利の見込みでございますので、立花としてはもうお通夜状態であると。そんな中でなぜか、立花のいる丸山穂高が今更出てきてですね、5月10日に総会を開くんだというような話をしているんですが、それは不可能でございます。さっきも言いましたように、絶対権力者である大津氏が支持しない限り総会など開けません。なぜか出てきちゃった丸山穂高、絶対権力者の大津氏の支持がなければ総会は開けないんです。定款上唯一の権力者イコール大津氏なので、総会にそもそも意味はありません。そもそも民衆性が1ミリもない定款なんですね。なので総会ということに意味がないんですね。でさらに4月12日に一度総会をやって失敗しているのに、また同じ手を打ってしまう無能と、まあ、他に手がないから。でさらにこのような、党員閣議といって総会の招集お知らせを送りつけているんですが、この印鑑の横にですね、代表者の名前が書いてない。送り主誰なんていう、もうここにもまた怪文書が現れるんですが、代表者不明の、しかもまた印鑑を勝手に押している、まあ、誘引私文書を大量に送付してしまったということで、これも不法の可能性が十分にあると。もう不法の可能性だらけという状況になっていると。さらに今回の仲介になぜか出てきた丸山穂高、これ昔の話、昔って言ってもそんなに昔じゃないな、酒に酔って女買いたい女買いたいって言ってですね、それで国会で吊るし上げられて、委員会での事情聴取を求められたんですけれども、丸山氏は病気を理由に欠席。ダッサいな。で NHK 党に来た後はですね、ここに書いている、名古屋ナウナンバーワンキャバ嬢のエンリケさんと立花党首と言います。皆さん税金で飲み会ありがとうございます。クズですね。この丸山穂高は、政党助成金2500万円を何年ももらい、多分3年ぐらいもらっていると思います。3年だったとしたら7500万円ですね。そして最後選挙もやらずに逃げました。まあ負けるのが分かっていたから。しかし本当に政治を変えようと思うんであれば、お金持ってるんだから負けるのが分かっていてもやるのが筋じゃないですかね。税金を食い物にする、かつ変態&クズと。変態ですね。でさらに、ひろし君が参戦しているんですけれども、ひろし君が、大津党首秘書に就任しています。でそしてひろし君が、暴露案件を持ってきました。立花はヤバい先から資金を借りていて、それを表に出せないので元カノの美香ちゃんに指示をして会計を隠蔽中であると。ヤバい先っていうのを彼はこっちだと言っていました。私はヤバい先の名前は聞いております。立花にこのヤバい借り入れの質問を何人かがしておりますが、全部逃げています。しかし借りてないっていう反応は一個もないと。まあ神谷がイケス不倫で逃げている状況と同じですね。またひろし君を訴えるとも言わない立花、あれだけ裁判が好きな、すぐ訴える訴えるって言ってくる立花が、こっちからお金借りてますよねって言われて沈黙と。借りている可能性が高まってきていると説明すべきですね。国政政党ですよ、やばいっすよ、大スキャンダルじゃないですか。
で、あとなんかよく聞かれる謎の人物山中さんについてなんですけど、これりそな銀行の口座凍結の時に登場している方でございますけれども、この方は、攻める株主の活動をやっている人で、執行猶予を受けたりもしています。しかし、まあ、いわゆる、まあ、村上ファンドみたいなものに近いような活動をやっていた方ですね。で、まあ、しかし基本的に東大卒の、優秀なまともな方でありまして、でこの方についてはですね、まあ、私がよく知っているんですが、まあ、ただの民間人につきあまり説明してほしくないということでですね、まあ、一応山中さんについてはそうだということにしときます。で、よく出てくる、斉藤健一郎の議席と、私の月130万円の話ということなんですが、これは2月17日 NHK 党の定例記者会見にて、黒川が斉藤健一郎に議席を譲る対価として月130万の活動費増額になるという話になったということなんです。この、画像はですね、動画はこの QR コードを読み込んでいただいたら見えるようにしておきます。で、斉藤健一郎はですね、参議院選挙期間中ほとんど日本におりませんでした。はい、堀江門の力だけで議員になりました。まあ、しかし、まあ、党首の立花の意向を立ててですね、私幹事長としては、まあ、党首の意向を立てますよと言ったわけです。で、斉藤に議席を譲りました。で、この月130万という黒川の、お金はですね、給与ではなく活動費増額分でございます。その増額は、政治家女子含む選挙やデモの活動強化に使う予定でございました。それは多くの支援者の方々の応援があって、まあ、議席が取れる可能性があるところまで行ってその議席を斉藤に譲ったということですから、支援者の皆さんに還元できるような活動のために月130万の活動費増額と、これは当たり前だと思います。そもそも国会議員一人がもらえる予算というのはですね、ざっくり言うとここに書いてるぐらいあります。基本給が年間1552万ちょっと、期末手当が635万、文書通信費が、月100万の1200万、立法事務費が年間780万、JR がタダになったり、航空券がタダになるのでファーストクラスで往復したりすると、年間480万ぐらい、秘書の給与が、政策秘書第1秘書第2秘書で、約2100万円ぐらい、政党助成金が、2500万円と、合計すると9247万円、約年間1億円ほどの予算が、一つの国会議員の事務所には流れてきますということなので、私の月130万円の活動費増額はむしろ少ないぐらいと思います。はい、立花はですね、取り付け騒ぎの責任を黒川に押し付け、月130万円すら払わないことを計画しました。これに関しては黒川に投票してくれた数万人、NHK 党の名前を書いた人の中にも黒川が好きだから NHK 党に入れると言ってくれた人もいますので、正確には分かりませんが、数万人前半ではありませんね。おそらく5万人を超える人たちの気持ちを踏みにじったというのが立花の行為です。また黒川への活動費の増額、月130万円は党への負担はありません。斉藤の歳費からもらうものであります。ですので、これは民事刑事両面から、追及予定でございます。詐欺として扱われる可能性もあるのではないかと言われています。また黒川の1億円借り入れについてでございますけれども、これはもう何度も説明しておりますが、2019年の参議院選の時に、出世払いで1億円を借り入れました。で、もともと政権取ったら返さなくてよいと、約束して融資してもらったものでありますので、政権を取る活動が継続しているので返済は待ってもらっているという状況でございます。立花がどうこういう問題ではございません。また、私黒川に対して、政治資金収支報告に関して刑事告発していた者がいますが、これは不起訴となりました。この事案に関して、告訴に乗じて逮捕されると嘘をルフした立花隆一味及びその関係者たち、この行動は悪質性が極めて高いため、
顧問弁護士と協議中でありまして、刑事民事両面から追及する予定でございます。覚悟しとけよと。また、政治資金規正法8条違反なので、新しい国民の運動が寄付を集めていることが違法だというデマを吹聴している者たちもいます。ここに立花の一味も含まれておりますが、これは偽計業務妨害の可能性、その他の、刑事レベルでの不法性を含む可能性がある事案になっています。新しい国民の運動は市民団体でございまして、市民団体が寄付を集めるのは当たり前でございます。反原発団体など無数にある市民団体が寄付を集めてきました。反原発というのは政治的テーマなので、政治団体登録をしなければならないなんてことは実質上ありません。そして判例的に見てですね、そのような判例はございません。市民団体の寄付を不当などということは、市民団体の活動妨害につながります。これは既得権益者の犬である行為でございます。これも悪質なため、刑事民事両面から追及予定でございます。最近立花は大津氏に対する誹謗中傷を一斉削除しておりました。これは立花は懲役2年6月執行猶予中の立花でございますが、また警察やメディアから本当に嫌われているのが立花です。そして現在も錯乱し、恫喝を乱発しております。本当に実刑になる可能性があると報道上も言われております。私もそう思います。また、最近こんな、モニターを売っておりますけれども、孫子応援価格、孫子応援価格って何？ぼったくりってことよね。しかもこれはテレビではなく、モニターに毛が生えた商品です。テレビではありません。テレビ見れません。 NHK 以外のテレビ見れません。テレビではありませんよ。これモニターに毛が生えた商品です。しかも中国製で保証もないに等しいし、ドンキで買ったら 38,280 円なものが孫子応援価格で 47,300 円で送料は別であると、お前舐めとんのかと。情弱の信者魂の、まさにこれは壺を売るみたいなビジネスですね。統一教会の壺と何が変わるんですか？何が違うんですか？孫子のモニターと統一教会の壺、同じですよね。情弱の信者魂であると。また信者向けにやっている感をアピールするためにこんなことをやっていると。全て終わっている立場、全て終わってます。立花の年収は3000万円、バカみたいに取った。彼女のマリノに月200万円、元カノのミカちゃんが年収800万円。無駄遣いで17億円の借金と税金を溶かし、政治家女子と言って女子を集めて、あいつどうでもいい飲み会を乱発していました。その払うお金も税金や借金です。あれ立花キャバクラでしたよね。立花キャバクラをやりたかっただけですよね。たかし、ほんとダセーぞお前。しかも女子たちほぼ全員落選。お前のキャバクラのために騙されて女子たちかわいそうだろお前。たかし、本当に終わってるぞお前。これで最後です。ゴールデンウィーク明けの仮処分申請は大津氏が勝つと思います。大津氏は会計調査のための第三者委員会を立ち上げると表明しております。腐った立花一味を叩き出して、旧 NHK 党をまともな政党にすることが社会のためであると、私も思っておりますし、私もできることは続けていこうと思います。そして何より立花にはきっちり落とし前をつけてもらおうと思います。中倍返しぐらいでいこうと思います。はい、以上でございます。ついに始まっておりますストップ緊急事態条項デモ行進、ゴールデンウィークに沖縄から北海道まで9カ所を縦断中でありまして、明日広島でございます。今私広島でこれ撮影しております。3日広島、4日大阪、6日名古屋、7日東京でございます。その後富山、仙台、北海道と進んでまいります。
コメント概要欄に詳細を書き込んでおりますので、ぜひとも、デモは大事です。デモと選挙で世の中を変える、新しい国民の運動でございますので、ぜひとも、明日の広島でも、明後日の大阪でもお越しください。よろしくお願い申し上げます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。世の中良くなりゃ楽しいな。頭と元気出して。